願いします。小山選手、アンダー1年目の全日本選手権でしたけども、はい、レース振り返ってどうだったでしょうか。そうですね、初めの逃げに、うまく乗れて、結果的にすぐ捕まってしまったんですけど、その後決まった重要な逃げにも乗れて、それうまくスタメンながら行ってて、それ横山さん待ってて、それその後横山さん追いついてきてくれて、考えてた、自分たちが考えてた展開になったんで、これはうまくいけばいいなと思ってたんですけど、その後集団がもう追いついてきちゃって、それ周りの選手見たらもうなんていうんですか、スプリンターも結構残ってて、集団にいてもそんな足使わなくて、それもで集団が大きかったんで、もうなんていうの、攻めてなんていうんですかね、もっと絞れると思ったんですけど、なかなか厳しかったですね。それ自分も今日調子よくて、しっかり自分の走りはできたと思うんですけど、自分が考えてた最低6位以内入ってどちらかが優勝するっていう目標があったんで、結果的に悔しいですね。アンダーで1年目のレースでしたけど、自分の中の力的な手応えみたいなのはどうですか。そうですね、逃げに乗れたことはいいことだったと思うんですけど、そこで2回目を逃げ、1回目逃げたのもあると思うんですけど、最後の方きつくて、横山さんが追いついてきた時もっと引ければ、もしかしたら決まったかもしれないですし、もっと自分が力あれば、その後なんていうか、横山さんスプリント前に引き上げて、横山さん多分勝たせることができた可能性もあるんで、自分の力不足も結構明らかになりましたね。今後の目標のレース教えてください。はい、この後実業団のレースが多分中心になると思うんで、しっかりいろいろ学びながら成長 していきたいと思います。お願いします。野寺監督です。はい、全日本、今日はアンダーとジュニア2レースありましたけども、まずアンダーの方から振り返ってもらってよろしいでしょうか。そうですね、立ち上がりからですね、チームとして狙ってた通りの展開を、作っていけたと思ってます。小山が逃げに乗って後半あるであろう、後ろからのジャンプアップに横山が乗っていくという作戦で、小集団の逃げを築いて、そこからさらに勝ちを狙っていく予定だったんですが、思いのほか、コースも展開も、ばらけるようなものではなくて、最後はそうですね、2人とも、やりきったけど、思うような形に持っていけなかったと。全体見て、その今日アタッカーのね、名だたる選手がアタックを試みましたけど、全て、それが成功せずに最後、大集団のゴールスプリントになったと。こうなってくるとチームとしては勝ちを狙うには、ずっと集団の中にステイしていなければならない状態ですが、そうじゃなくてね、やはりこの状況をどうやったら打破できるか、どうやったらその少人数、僕らが狙ったようにできるかというのを、もっと考えて、もちろん力もつけていかなきゃいけないかなと思ってます。残念な結果ですけど、計画してたことはやりきれたかなと思ってます。ジュニアの方が、水谷選手単独でしたけども、どうだったでしょうか。そうですね、水谷に関しては昨年もそのカテゴリーで2位に入っている、今年目指すところは優勝しかないという形で出ましたが、最後ね、不運にもラスト1周で、コースアウトしてしまってリタイアという形になったので、ちょっと残念でしたね。ただこれに関しても自転車レースでは、仕方がない部分もあるし、もちろん、本人の立ち回り次第ではそのクラッシュというのも防げたかもしれないので、それは経験を重ねていくしかないですね。ジュニアアンダー23通して、彼らは今、いろいろな経験を積んでいち早く、強くなるために活動してますので、まずはここでこの全日本選手権に向けて本気で、活動してきたと。ここで本気で勝つために、
やってきて体調もかなりいい状態に持ってこれたと思います。まあ、あとはねその力をレースの中でどう使うかというのが一つ課題かなと。まあこの後また話し合ってですね、まあ、今後の、レースにつなげていきたいかなと思ってます。はい、明日はまあエリートのレースですけども、まあ、今日のレース展開を見て、まあ、ちょっといろいろとレース展開考えるところもあると思うんですけれども、どういう戦いにしたいですか。各チーム思ってるでしょうね。今日の展開を見て、あ、これはちょっと自分たちが考えているものと違うのかなというのはあると思います。ただですね、やはりエリートのレース240キロありますから、まあ何としても力のある選手を残したい。まあ、各チームのアシスト勢が、ね、力勝負に持っていくような動きをすると思うので、まあ、今日のレースとは違うものになるんじゃないかと予想していますし、それを願ってますね。はい、で、まあ、島のレーシングチームとしては3人しかいませんけど、他のチームの動きを利用しつつ、力勝負に持っていきたいと。3選手、入部、木村、秋丸出ますけど、3選手とももうここまでも、今シーズン最高の状態で持ってきてますから、失敗のないように、まあ、守るところは守って、攻めるところは攻めて、最後はもう、真のチャンピオンと認められるような状態で、もぎ取りたいなと思ってます。